ジャック・エミール・ブランシュはフランスの画家である。肖像画家として成功し、パリやロンドンの有名人の肖像画を描いた。パリで生まれた。父親は精神科医で人気のあった療養所を経営して成功した人物である。マリー・アントワネットの助官長を務めたマリー・ルイーズが勝って住んだ屋敷で裕福なパリの人々の中で育った。リセコンドルセで学び。 詩人のステファヌ・マラルメが、英語教師であり、哲学者のアンリ・ベルクソンは同窓である。画家のアンリ・ジェルベクスに指導を受けたこともあったが、独学で絵を習得し、肖像画家として成功した。18世紀のイギリスの肖像画家、トマス・ゲインズ・バラやフランスのエド・アール・マネ、ロンドンとパリで成功した、アメリカ生まれの肖像画家、ジョン・シンガー・サージェントらのスタイルを踏襲していた。 1880年代にはしばしば、ロンドンを訪れ、文学者のオーブリー・ビアズリーや、オスカー・ワイルド、画家のジェームズ・マクニール・ホイスラー、ウォルター・シッカートラのイギリスの新進の芸術家たちと、付き合った。フランスでは、オペラ作曲家、ジャック・アレビの娘で、ロチルド家と親しい法律家の妻、ジュヌビエーブ・ストラウスのサロンに加わるようになり、 そこで画家のエドガード画や文学者のマルセル・プルースとジョルジュ・ド・ポルトリッシュ、ポール・ブールジェラと知り合った。1880年代には肖像画家としてヨーロッパの上流階級で有名になった。1902年から私立の美術学校アカデミー・デラ・パレットの経営を引き継ぎ1911年まで校長を務めた。ありがとうございます。